ズーム委員長。この動画は子どもたちに大人の仕事を紹介していきます。今日のゲストは、アナウンサーの久家麻衣子さんです。アナウンサーとはどのようなお仕事ですか？アナウンサーは自分の声、言葉を使ってたくさんの人に情報を届けるお仕事です。例えばテレビとかラジオでニュースを読んだり、バラエティの番組の進行をしたり、それからスポーツの中継や番組で実況をしたり、結果を伝えたりするようなお仕事になっています。その分野はたくさんあります。はい、では、アナウンサーのお仕事で これからどのような活動をしていきたいと思っていますか？私はたくさんある分野の中でも特にパラスポーツの取材をしています。で、2020年の東京オリンピック・パラリンピックは来年に今のところ延期になったんですけど、私はそこに向けてたくさんの選手の取材をしていきます。で、そのスポーツ、その選手たちがスポーツで活躍している姿を通して、選手の頑張りだけではなくて、世の中のたくさんの人が障害のある人もない人も一緒に笑って暮らせる社会を作りたいなと思ってます。子どもたちに一言お願いいたします。はい、これから大きくなっていくとたくさんの人に出会うと思います。その時に自分とは違うなって思うこともあるかもしれませんが、お互いにその違いを認めて、みんなで手を取り合って仲良くしていってください。そうすると、いろんな考え方とかいろんな価値観に出会うことができると思います。そうすると自分もとても成長することができるので、ぜひいろんな人と友達になってください。はい、ありがとうございました。